アイリン地区は、大阪府大阪市西成区の北部、西日本旅客鉄道、新今宮駅の南側に位置する寄せ場、及び簡易宿所が集中する地区の通称である。アイリン地区とも表記され、旧来からの地名である鎌ヶ崎とも呼ばれる。宿泊料金が安いため、近年はバックパッカーの宿泊地としても人気を集めている。本校では、同地区の現状について記述する。 同地区を含む鎌ヶ崎の歴史については、鎌ヶ崎を参照。大まかには北を、JR 西日本関西本線、大阪環状線、西を南海本線、高野線、東を急南海天王寺市線後に囲まれた三角形の地域で、西成区萩野茶や大使などに該当する。愛林地区という名称は、1966年5月に、 国や自治体などの行政機関と報道機関が使用の取り決めを行った名称である。愛林地区には路上生活者が多く居住している。この地域は住所不定の日雇い労働者が多いため人口統計は国勢調査でも明確に把握できていない可能性がある。NPO 団体や宗教団体などが焚き出しなどを頻繁に行っており、 実施の際は公園に人が列を作って並ぶことがある。また、この地域の物価は隣接している多地区と比べ、総じて低いのが特徴となっている。一帯は暴力団事務所が多数ある。日雇い労働者の高齢化が進んでおり、日雇いの仕事も2000件程度とバブル景気の時期に比べて3分の1にまで減少している。これら無保険の日雇い労働者は生活保護予備軍で、 あるとの指摘があり、改善の必要性を指摘されている。しかし生活保護の急増は、支援活動があるなど生活しやすいためであって、保護目的で移住する人や他の自治体窓口で、大阪までの片道の電車賃をもらい移住する人も、いるなど、大阪市の生活保護費の増大、財政難の原因は、過保護であるとの報道がなされている。西成区の生活保護者の出身地は、 九州沖縄が22%、中国四国が20%、大阪以外の近畿が15%、大阪府が19%となっている。大阪市が2009年12月に行った調査によれば、半年以内に31都府県から大阪市に転入しているのは生活保護者のうち、およそ10%程度である。アイリン労働公共職業安定所。 大阪社会医療センター付属病院課器にホームレス及び生活困窮者を対象としたボランティア活動やその他の活動を行っている団体を挙げる。アイ地区にある鎌ヶ崎解放会館などに住民登録をしていた労働者の相当数が実際には登録場所に居住の実態がない状態であることが発覚したため2007年以降に大阪市が 実態調査を進めており、居住実態のない住民登録を順次抹消している。これに対し、労働者や支持者は、選挙権など公民権が剥奪されるため、反対運動を続けている。これまでに、市は、市内全域で調査を進めており、同年3月下旬から、これまでに約3290人の住民登録が抹消された。アイリン地区がある、西成区の場合、 西成区役所が8月2日から10月16日までに調査を実施。同一住所、同一建物で10人以上が住民登録している簡易宿泊所など151施設を抽出し1部屋に数人が登録されているなど不自然な点があった117施設には実際に職員が出向いて実態調査を行い、4591人分の居住実態を聞き取った。 住民登録されていた人のうち817人は実際に居住66人は死亡413人は調査日までに住所変更を届け出ていた。西成区役所では今後とも毎年調査を行うほか住民登録が抹消された人も居住実態が確認できれば改めて登録を行うとしている。経営編集詳細は 西成暴動道参照アイリン地区では、たびたび暴動が発生している。夏祭り、よってき祭り越冬祭り1970年以降、鎌ヶ崎のホームレスや、その支援者たちが、越冬闘争と呼ばれる取り組みを行うようになり、1971年に行政への要求活動として、 萩ぎの茶屋南公園において、決起集会が開かれたが、越年対策実行委員会が、決起集会の余興で始めた、相撲大会が、決起集会そのものよりも盛り上がり、その後の決起集会でも余興は、恒例となりさらなる盛り上がりを見せた。さらに夏祭りも行うようになり、地場の暴力団組織の介入も共闘して廃止、その後越年対策実行委員会が様々な、 変遷を経ても、ホームレスや日雇い労働者、日雇い労働者の支援組織、労働運動団体による地域恒例のイベントとして続いている。10月第1週前後の土日の2日間、2012年10月に第1回を開催した、鎌ヶ崎、寄ってき、祭りの有志が運営している音楽イベント。地区及び周辺には、簡易宿所と呼ばれる労働者向けの宿泊施設が多く、 立地している。最近はインターネットの普及によって知られたこともあり、周辺の簡易宿所やビジネスホテルがその割安感から外国人などの若い旅行者に人気がある。これは徒歩圏内にある新今間宮駅と動物園前駅などから大阪や関西の各地への鉄道アクセスが充実していることや、同じく徒歩圏内にある日本橋電気街の存在が背景にある。 また、日雇い労働者の減少に悩む宿泊施設側も、居住性向上など、設備の改修を行うほか、英語のポスター、ホームページなどで広告し、外国人旅行者の誘致を図っている。ただし、一般向けではなく、従来の顧客を対象とした純然たる、土屋都市的機能している施設も、萩野茶屋駅や今池停留場の周辺など、南側の地区を中心にまだまだ多い。 この中には、路上生活者が、生活保護の受給に必要な住所を得るため、アパートに衣替えするケースが増えている。2009年11月、公的検証金制度の適用で1000万円の、報奨金がかけられた林税案ホーカーさん、殺害事件の犯人、市橋達也受刑者が逮捕された際、市橋受刑者が、潜伏先として、アイリン地区を選び、さらには、 仕事先もアイリン地区で探していたことが逮捕後の取材で明らかとなり大きく報じられた。1969年より、萩野茶屋南公園には街頭テレビが設置された。野球や相撲観戦などで地元住民から重宝されることとなり、以後、5回騎士更新されながらも使用されてきた2018年3月。ありがとうございます。